ここからラップで距離測ってみる。あ、ここは補給地点、曲がってすぐなんだ。登り始めだからなんかガンって踏んでる時に補給きついね。真ん中ぐらいにあってくれたらいいけど。一旦緩んで550m ぐらい、 500m きつくて、200m 緩んでまたちょっと勾配きつくなる感じか。これこ
最初右曲がったところほどはきつくないけど、踏まないと進まない感じ。また1段階上がる感じ。750m 走って、770m 走って、1段階また勾配が上がる感じ。段階勾配が上がるのは 150m ほど、もっとあるか、 300m ぐらいか、 400m ぐらい。ああ、ここまで 2km。 ここから緩くなって、でも登ってる。流れる、集団だったら流れる、ここに。ただ下から踏んだ時はここでピタッと集団が止まった時に逃げが決まる可能性はある。最初の方は重要になってくると思うので、軽い方が後々足を伸ばせる可能性が高いです。
さっきの勾配がきつくなって緩くなったところからだいたい自分プラザの看板で 1.5 キロかな、 1.45 から 1.5 キロぐらい、 1.5 キロ、 1.5 キロだな。2キロ。ああ、じゃあ大地の方が正しいね。2キロ。ここまでで2キロ。下から、あそこの看板までが4キロ。画面ではこのくらいの上りって分かるかな。